皆さんこんにちは、アラカン旅チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。現在私はバンコクに長期滞在して いましたが、タイ全土にですね、非常事態宣言が発令されましたんで、今日は帰国しています。そのタイ国脱出の第3番目になります。今ですね、搭乗口に来てます。ラウンジから搭乗口に来まして、もうすぐ搭乗時間なのでですね、そろそろ搭乗開始じゃないかと思います。かなり、乗客の皆さんがいますね。搭乗する、全日空のですね、飛行機が待ってます。間違いないですね。もうすぐ搭乗開始になる予定ですけども、まだ搭乗開始にはなってないようですね。かなりの人が並んでます。ゲート F5 と書いてます。間違いありません。東京羽田行きですね。バンコクから東京羽田に行く全日空の飛行機です。 ANA と書いてます。搭乗の仕方は大体ですね、優先搭乗 が始まった後に今度はグループ分けしてまして、グループ3、2、1と後部座席の方から入っていく予定です。ここでですね、ボーディングパス、搭乗券とパスポートを確認してもらいます。OK なので入ります。まだ搭乗開始されてないですね。飛行機を見ると荷物をまだ入れてるような感じですね。まもなく搭乗開始が始まるんじゃないかと思いますけども、どうも、搭乗時間がですね、伸びるようなアナウンスをしていました。30分から40分搭乗開始が遅れるということです。預け荷物の飛行機の搬入はですね、終わってるような感じですね。搭乗開始のですね、時間が2、30分遅れるというアナウンスが あっています。ありました。これが事前に分かっていればですね、もう少しラウンジで行ったんですが、残念ながら搭乗開始が遅れるようです。しばらくここのですね、搭乗口付近で、待つことにします。搭乗開始が始まりました。私は前方の席なんで、グループの後の方ですね、グループ1になるんですが、今搭乗口から入りました。かなりですね、日本人、邦人の乗客が多いようです。全日空もですね、他の便がキャンセルになってるのもありましたんで、非常にこの便が混んでるような状況です。このアラカン旅チャンネルではこれまでに、旅行関係の動画をですね、100本以上投稿し公開してきました。行き先はですね、東南アジア、アジア、それから中東、それからヨーロッパなどの国のですね、旅行の関係の動画をですね、投稿して公開しています。一部ですね、国内の動画もあります。ぜひですね、チャンネル登録していただければ、これまでの動画をすぐにですね、見つけて、見ることができます。これからもですね、近日中にまた新たな動画を公開する予定にしてますんで、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。それからリクエストやご意見、ご質問などのコメントをいただければ大変ありがたいです。
少しでもですね、旅行を予定している方々のですね、参考あるいはそのためになればですね、非常に私の幸せと思うところです。いよいよですね、飛行機の搭乗口、入り口に近づきました。かなりこの飛行機はですね、他の便が欠航や減便になってますので、かなり混んでますね。なかなか中に入れませんね。やっと飛行機の中に今入りました。私の席はですね、前方の進行方向に向かって右手の通路側の席を確保しています。もうちょっと先ですね、ここはビジネスクラスの席になります。もう少し先に私の席があります。ここを通過してですね、日本人スチュワーデスも乗ってますね。やっぱり全日空の飛行機なんで、もう少し行ったところに私の席があると思います。このですね、通路側の席にを確保いたしました。もう少し先でしょう。やっとですね、これで飛行機3度もキャンセルありましたから、やっと搭乗できて、帰国できるみたいです。一時はどうなるかとても不安でしたが、これで、安心です。帰国できます。もう少し先の席ですね、この辺のあたりでしょう。はい、ここのシートです。どうも最後までご視聴ありがとうございました。ぜひですね、この左側にある地球ロゴマークをクリックしていただき、チャンネル登録お願いいたします。これをクリックすればですね、すぐチャンネル登録できます。もちろん無料タダでできます。これからもですね、近日中に動画を公開する予定にしてますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまたアラカン旅チャンネルでお会いいたしましょう。どうも最後までご視聴ありがとうございました。